他放課後何してた？部活は？あ、バドミントンしてた。高校、まあ、半年間だけやけど、うん、してて、まあ、友達がやってたから入ろっかな、みたいなんで、入って、うん。そうなんや。そう、結構ハードな感じで。やっぱスポーツってハードやんな。ハード。バドミントンやからな、風が中に入ってきたらあかんから、うん、全部締め切んねやんか、など。真夏やのに。え？クーラーは？ついてない、ついてない。もう、暑くて暑くて、大変やった。もう汗だく。やめたくなるわ、そんな。でも楽しかったね、うん、普通に。あ、そうなんや、うん。え、大会とかあった？あったけど、うん、夏はまあ初心者やから、うん、まあ、見てるだけ、応援しに行ってるだけやった。そうなんや。でも NMB 入ったらそれやめたやろ？部活は。うん、あ、そうなんや。やっぱ忙しいもんな、部活やると、うん。うん、私は部活やってなくて、やってたんやけど、お昼休みに放送部。あ、放送部で、なんか好きな音楽じゃんじゃんかけてた。夏も中学校の時は放送部やってて、そうそうそう、好きな音楽かけてた。あと月一の、うん、あれ、茶道部？お、え？すげえ。茶道部全然やで。お茶立てられへんだから。茶道部の意味そう。お茶の道具ってなんか買わされて先生に、うん、あの、茶道部やから買いなさいって言って買って、うん、で、月々のお菓子代払って、ってやってたけど、うん、まあ、1ヶ月2回だけお菓子食べれるし、あ、なんか、なるほど、幼馴染と入るみたいなで。お菓子目的？そう。で、覚えたのはなんかお茶のを書くぐらい。何も覚えてない。いつも先生がつきっきりで、こうやって、あかんこと、そっちゃったかんみたいな。めっちゃ奇妙に激しい。なんか気も厳しいから。中学校の時は、お菓子が食べたくて家庭科部とかに入ってた。うん、そう、作って食べれるから。そうなんや。そう。やっぱそうやんな。そうそう。中学校の時はそういうぐらいやんな。うん、高校になったらみんな結構ガチな感じだと思うけど、うんうんうん。でもテニス部とか入りたかったなとは思う。ああ、うん。やってそう、でもなんかテニス部。そう。ママがテニス部やった。あ、そうなんや。そう。すごい、でもテニス部もなんか真っ黒の子がいっぱいやった。あ、やっぱ焼けるかな。そう、めっちゃ日焼け。めっちゃ白いよな、ほんまに。私、スポーツ嫌いなんですよ、基本。えダンスしかしたくないから。そうそう、どんくさいからね。はい。他放課後なんですか？部活は？あ、バドミントンしてた。そうなんや。高校、まあ、半年間だけやけど、うん、してて、まあ、友達がやってたから入ろっかな、みたいなんで、うん、入って。そうなんや。そう、結構ハードな感じで。やっぱスポーツってハードやんな。ハード。バドミントンやからな、風が中に入ってきたらあかんから、うん、全部締め切んねやんか、など。真夏やのに。クーラーは？ついてない、ついてない。もう、暑くて暑くて、大変やった。もう汗だく。やめたくなるわ、そんな。でも楽しかったね、うん、普通に。あ、そうなんや、うん。え、大会とかあった？あったけど、うん、夏はまあ初心者やから、うん、まあ、見てるだけ、応援しに行ってるだけやった。そうなんや。でも NMB 入ったらそれやめたやろ？部活は。うん、やめた、やめた。やっぱ忙しいもんな、部活やると、うん。うん、私は部活やってなくて、やってたんやけど、うん、お昼休みに放送部。あ、放送部で、なんか好きな音楽じゃんじゃんかけてた。夏も中学校の時は放送部やってて。そうそうそう。